俺たちが情報とかちょっと今相手やもん。いや、投げ手のセンスでいくでしょ。たくさんの人に慣れながらの練習だったんで、ちょっと緊張はしたんですけど、まあ、でもみんなと一緒に体を動かしてとてもリフレッシュできました。たくさんの人に見られながら練習ということで、とてもプロになったなという実感はありますし、またこれをここから本当に自分を出していけたらなというふうに思ってます。まだちょっとみんな硬いかなという印象なんですけど、でもそれでも徐々に体を動かしながら、まあ、会話だったり、そこで笑顔が生まれたかなと思います。今日松井監督もいらっしゃいましたけど、こんなこと話されたことがありますか？本当に怪我なく、しっかり慣れることをまず一番にというのを言われたんで、まずは自分もこの環境にいい環境があるので、これに順応していきたいと思います。そうですね、体を動かしてみてだんだん、まあ、徐々にですけど良くなってきてるんで、またここからだと思います。先ほど源田さんがの前を通りました。通っただけです。まあ、まずは怪我をしないための体作りっていうのをテーマに、まずは下半身からやっぱり1年間、乗り切れる体力っていうのをつけていきたいと思います。